まあ、一番大切なのは、自分たちがみんな持てる共通意識っていうのは大切だと思いますし、まあ、本当にコンビネーションも含めて、本当ちょっとしたところっていうのが試合に出てくると思うので、その辺の部分をこう詰めていければいいかなと思います。今自分たちが置かれている状況は、ね、本当やるしかないですし、この残された準備期間の中で、ね、やれることやっぱり全てやりきりたいと思いますし、まあ、そういう本当、突き詰める部分っていうのが結果につながっていくと思うので、まあ、本当に結果を残すためにこの限られた時間を使っていきたいなと思います。まあ、23人は決まりましたけど、まあ、今回ね、たくま、陽介、サポートメンバーで来てますけど、自分たちで23人で戦っているとは思ってないですし、ここまで、日本代表として戦ってきたメンバーもそうですし、いろんな選手が、ね、代表に対する思いがあった中でのやっぱり23名だと思うので、まあ、そういう意味で本当自分たちだけじゃなくて、ね、多くの選手の気持ちがあって自分たちが戦っていると思ってますし、まあ、そういう部分を一人一人が、ね、感じてプレーできればいいのかなと思います。まあ、正直どう見られているかっていうのは自分たちにとっては関係ないと思うし、まあ、周りから、ね、今自分たちがポジティブに見られないのも理解してますし、ただそれを変えていけるのはやっぱりピッチで自分たちが何を示していけるかでしかないと思うので、まあ、いろんな意味でね、自分たちがそれを覆していけるような結果を自分たちが示していきたいなと思います。